私なんかが、次のゲームいきましょう。わかりました。お願いします。こちらですね、ラミーキューブ。数字がある。大会とかも、大会、あの先に言っておきます。頭使います。よっしゃ勝ちました。いや変えましょう変えましょう。あ、なんかすごいな。うわー、もういっぱいある。ちょっとこれでテンション上がる。テンション上がるね。はい、なんか自分の空間ができたできる。はい、こちらタイルを使って遊んでいくんですけど、はい、おしゃれ。はい、まずこのゲームなんですけど、基本的には自分のターンが来たら、あのどんどん役を作って遊んでいただくゲームになります。ランとグループという2つの役があります。まあ、ランだと同じ色の連続した数字で3枚以上の組み合わせ、これランになります。3でもこういう形で4でも大丈夫です。もう一つはグループですね。あ、違う色の同じ数字の組み合わせ、赤、黄色、青、黒の4色があるので4枚までになりますが、こちらこの2つを基本的に作ってます。なるほど。はい、14枚ずつあとでお配りするんですが、まず自分の中からこのように役を作っていただいて出していただきます。最初に出すものは数字の合計が30以上になるように出します。なのでこれだけ持ってても出せません。今これ10なので、うん、2つ一緒に出すと34になるので、あ、それは OK。 これで出します。まずこれをまずクリアしてください、はい、で、できなかった人はどんどんまず引いていって。なるほど。グループは3つ以上ですか。そうですね、3枚以上になります。はい、でここからなんですけど、アレンジといいまして、場に出てる役を自由に組み替えてさらに作る、まあ、例えばなんですけど、この2つが出てました、はい、自分の場に4と4があります。この4取ってこの4組み合わせると新たに役で、こっちも役が残ったままになるので、はい、こういう出し方は OK。なるほど。こっち残さないといけないんですか。そうです、こっちが役崩れちゃうとなるんです。これをアレンジというんですけど、このアレンジを駆使して自分の残りのタイルを出してもらう形で、タイルが最初になくなった人が勝ち。なるほど。これ例えば8があって1枚だけ足すとかでもいいんですか。もちろん大丈夫です、うん、出せるやつがあっても、まあ、先方的に残した方がいいと思ったら残してもらっても大丈夫。あ、もう最後にそれで上がりってやってもいいですか。もちろん大丈夫です、それは、はい、でこれ赤と黒あるんですけど、ジョーカーです。ジョーカーだ。このように何でもいい、ね、適当になってもらって欲しい。でもし場にあって自分が3持ってたら、うん、入れ替えて取ることができます。お、取ったやつはそのターン中にまた役に作って新たに出してもらう。なるほど。パズル的な頭を。そうですね、これも順番通りもあるんですか。そうです、順番で1ターンずつ。ただ出す役はもう自由に、あの何個でも出してもらって、出せる分出してもらってもいい。ということでちょっと皆さんにお手伝いいただいて、はい、7枚ずつ取ってもらって山をバーッと作る。もうあの今日はもう好きなだけ考えて好きなようにやっていいんですけど、はい、大会のルールだと考える時間1分とかいろいろ制限がかかって遊ぶ形になる。役ができなかったらパスになるってことですか。パスになってこちらから1枚引いていただく形になります。できなかったらそうですし、もうそれを選択してもらっても大丈夫です。あ、そうかそうか、作戦として。はい、1人ずつ順番にここのタイル1個ずつ取って2周分取っていただきます、はい、で7枚7枚で14枚。はい、はい、最初はグッチャケッポ、最初はグッチャケッポ。はい、こうですね、はい、これを2回やるってことですね。はい、その通りです。はい、麻雀やん麻雀飲んじゃうすごい。でも並べ方は好きに並べてもらって大丈夫です。はい、黄色の連続した数字か同じ数字の違いだ。うわ、お前チートイツやないか。まずは30になるように必ず出していただきます。今組み合わせで役があったとしても30超えてなかったら出すことできませんので。もう全然出せないですわ。これそう、元が引いていくべきなんですね。なるほど。え、これまだ引かないですね。そうですね、まず最初はこちらなので、はい、全然出せないよ。全然出せないですね。かぶらないですね。マジで。なんか最初出せる人が運がいいですね。あ、そう、はい、じゃあ引いていいですか。もちろん1枚引いてください。ガンガン行こうで。クロム、これ1枚引いたら1ターンですか。はい、1ターンなので次のターン、はい、あ、そうなんだ。はい、え、出てるか。30ですかね。30、はい、どうぞ。楽なんじゃない。あれって。いいですか、はい、こういうことかな。そうですね。あら、あったの。はい、もうこれで33本当よ。大丈夫です。でもここからは自由にしてもらってます。うわ、いいなぁ、先越された、はい、なるほどね。ちょっと待って、状況整理じゃん。はい、もう増えていく一方だ。そうですよね。もうずっと出せない。でも最初意外と関係ないかもしれない。こうなったマジで。そうですね、どうぞ。32、じゃあ32。うわ、ここから自由にやってもらって。はい、よし、頑張ろう。
はい、はい、引きます。2枚じゃ出せない。2枚じゃ出せません。あ、え、これ勝て、今出しちゃダメですよね。自分のターン。危ない。好きにやっちゃダメか。打ってば。はい、はい、やっと出せました。あ、あ、出せました。あと15いりますね。見て、これもう1個もらってた方がいいんじゃない。足りない。追加で。あ、そう。あ、じゃあ、いっときた。やっときた。同じ色じゃないとダメなので、これだと出せないんですよね。やめた方がいい。いきます。めちゃくちゃむずいな、これ。ちょっともう、進めよう。あ、その出し惜しみしてたんですか。いや、出し惜しみというか、うん、え、まだあるの。いや、その、一回ここ整理しないと。あ、はい、はい、はい。自分で出す分はもう数字関係なくなります。なので30じゃなくても大丈夫です。これで、はい、一発出しておくか。はい、うん、20枚まだ30出すまだ30で始まってないから、ね、いやマジでもう一個必要じゃない。出せないですよね。フルで溜まったんだけど。フルで溜まったんでちょっとアシストしますね。やった、やったね。やったじゃない、恥じろ。うん、なるほど。あ、面白いな、これ。これでいいんですよね。同じ数字なんで。あとでうまくいくかわかんないですよ。あ、そうなりますね。そっか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 。ありがとうございます。え、出していいですか。出し、引かれます。はい、やります。じゃあ大丈夫です。はい。ごめんなさい、皆さん。一気に吐けました。ルールが分かってなかっただけ。リハビリですよ。後で見ててください。めちゃくちゃいくやん。ついてますから今もう最強の。いや、めっちゃある。え、おいおいおい、一通じゃん。超えるはずね。そうそう、作戦作戦。どうぞ。うわ、マジか。これいいですよね。あ、よかった。はい、それ大丈夫。大丈夫ですね。はい。で、なるほど。こういうことですよね。はい、そうですね。それも大丈夫ですね。相手のところに入れるってこと？あ、うん、4、5、6に2、3を加えて、役を1個作るって感じですね。はい。あ、それができるのか。はい、こういうことができます。え、これありですよね。はい、大丈夫です。はい、よし、分かってきた。やば。なんかりんちゃん理解したら早そうだな。じゃあ、影谷さんのとかにも組み合わせていいですか。全然いける。もちろん大丈夫です。役が崩れちゃったらダメ。ダメってことですね。どんな状態で。じゃあ3枚だったらいい。こうしていいですか。はい。で、これをここに置いてもいいですか。はい、はい、大丈夫です。はい、それで大丈夫ですね。大丈夫です。1枚だけ取るっていうのできるんですか。例えば、こういくじゃないですか。はい、こういくじゃないですか。はい、こういってもいいですか。やべ、OK、やばいやばい。やめてやめて。あれですよね。あ、そうですね。で、どうぞ。OK。あ、なるほどね。もうこんだけ出れば早いんか。こっからがもういわゆるアレンジし放題。なるほど、アレンジし放題。はい、こう。これってこれ 1,2 じゃないですか。同じ何枚ずつあるんですか。基本2枚、2枚ずつ、3枚ぐらいに。じゃあ8は持ってないってことね、皆さん。まあ、少ないと思ってもらって大丈夫。大丈夫です、ね。取ればいいの。え、いいんだ。取ってもらっても大丈夫です。あ、そか。取って自分の役にまた。あ、そっかそっか。ただこのターン中にまたこれで使わないといけない、これ使って出さないといけないので、一応それが。なるほどね。できることがある。うんうん、まあとりあえず何にでも使えるよね、多分ね。そうですね。どれでも大丈夫です。色も関係ないです。できたら。はい。いきます。引きたくないな。やった。はい、おしまい。じゃあ、こういうことか。分からん。うん、ジョーカー持ってたんだ。うわ、一気に抜けた。おいおいおい。もう大丈夫です。うわ。あ、こっから吐けなくなった。なんかまた増えてきちゃった。
ゃむず。ターン引こうかな。すると、うん、よし。え、違う、出せないから。これは出せそう。おお。イエーイ。三つ目難しい。こういうこと？それ大丈夫ですか？おなるほどね。これで、うん、で、これいくね。はい。怖い怖い。これ何でもいいんですもんね。そうですね。そうですね。代わりが見えますか。そうだね。ここはこのままでいいんですか。三つできてるもんね。おおなるほど。ああそっか。頭良さげ。頭いいね。本気出されてるんだけど。ちょっと待ってよ。嫌だな。嫌だよな。こう抜けばいいのか。なるほど。どうすればいい。いけるじゃん。これいいですもんね。大丈夫ですね。うわ。はい。これ取っていいんですもんね。それ大丈夫です。で、はい大丈夫です。ほうほうほう。はい大丈夫です。D先輩のその端のロック崩れないですよね。うん。もらっていいですか。これ？あこれ？はい。はい。これでいいですか。おお。それ大丈夫です。うん。で、あじゃあ大丈夫です。うわ今思いついたの。うん。めっちゃ持っとるやん。終わりました。え、お、うそやん。おー、いますか、じゃあ、カリアさん。やめて。絶対負けたくないんだよな。虫食べたくないもん。とりあえず、どうぞ。と、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 の7。うん。あ、あったあった。どうぞ。もう頑張ればちょっと。本当に思い浮かばない。引くか。青と赤取っちゃった私今。あ、あった。何を教えるの。これは思いつくから早いか遅いかのパラから。で、僕。みーちゃん秒で。本当に？え、そんな秒で俺、あ、4そこに置いても大きいですか。ん？置きたくないな。はい。はい。うん。残り1枚、頑張れ。ねえ、なんで？もうやだ、ほんとに。まだ、焦った。1枚とか言うかな。考えろ、私。考えるな。諦めろ。諦めて。うん。聞きましょう。オープンリーチ。と思いついた、うん、はい、ほうほうほう、うん、はい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 、おうおうおう、なるほど。そうすると恋に入れるタイプだった。ちょっとある、ちょっとある。これ2人ともここで、もうカットだからね。そうですよね、もう意地ですよね。ほんとで、アイアン送りのとこなんだから。あ、あ、あ、お、来た。お、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 じゃカメラに見えるようにしといてよ。いや、全部見せろ。おお、あと1個、あと1個、あと1個、2人とも残り1枚。ちょっと待って。いや、2枚です。あ、黒も2枚か。あ、粘りたいけど、もうない気がする。いいよ、はい。3、3、3、3、3、3、うん、1、1、あ、じゃあ、かぶって、色がかぶってでしょ、うん、だから3、1、1の何があるの。1、おもろいなぁ。ほんと、多分、ね、制限時間作った方がバーってなるから、いいかと思う、うん、おっ、で、フロさんもいけるの。やめなさい。これがね、きたねぇ、きたねぇ、ねぇ、こら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 、こうですかね。こら、こら、こら、こら。素晴らしい。なんで負けないといけないの。パスして取れる。私なんかが、うん、なんで負けなきゃいけないの。なんで勝てるゲームを用意してくれないんですか。でもちょうど1個ずつ負けた感じですかね。そうだね、本当だ。
すぐできるやつご案内しましょう。いいですか？10分ぐらいで。それで決めよう。お願いします。頼んです。はい。ナインタイルという。ナインタイル。ちょっとパズルゲームのゲームなんですけども、はい、反射神経パズルゲームです。うわー。で、今ここに四隅にマークがついてると思うんですけど、はいはい、同じマークのやつを全部取って自分のものにしてもらいます。これで一組。はい、でこれ全部2ですね。はい、1組。でこれで3ですね。裏表絵があります。今からこちらでお題のカード1枚コンと出します。はい、これ通りに並べてください。まあ1回練習でちょっとパッとやってみてください。はい、並ぶようになってんだ。はい、こんな感じですね。はい、でこれだと1番っていうふうになります。あれで、あれってなった場合はどれかの裏向きとかを表向きが間違ってます。これ悲しい、最後の最後で揃わない。はい、うん、でも絶対揃うようになってんだよね。絶対揃うようになってます、これは。え、そう。ありがとうございます。こういう感じ。はい、はい、OK です。じゃあサドンです。一番遅かった人が罰ゲーム。いいですか、皆さん準備はいいですか。いいですよ。いきます。はい、おっと、こうか。はい、ね、早いって。マジでもう最悪、一個ない。意味わかんない。あ、怒ってる。もう意味わかんない。なんでないの、なんでカリアさんばっか揃うの。綺麗でしたね、早かったですね。ねえ、本当に嫌な人。とにかく僕を敵視してる。先祖なんかあったんだよ。そうでしょ、なんでなんで。こう、こう。揃わない。こうで、なんで、こう、できた。ほら、ねえ、もう、なんで。あと1枚、本当にいつもないですね。ドーナツがないんです。ドーナツ、ドーナツ、あった。でも、そうなんです。キウイを真ん中にして。これはもう青だから絶対使わないから、こっちは決定なんだよね。あ、そっか、そういうことを考えないといけないですか。はい、ということで、じゃあ、人生に。はい、じゃあレンちゃん罰ゲーム昆虫食でございます。次回の水曜生配信の時に。早くない？いっぱいボールゲームを楽しませていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん遊びに来てみてください。